い、皆さんこんにちは。今日は豆腐ハンバーグを作りたいと思います。それで豆腐ハンバーグってなんかちょっと難しいようなイメージを持つ方も多いかもしれないんですけど、今日使うのはなんとこの木綿豆腐と、あとはこの鶏ひき肉、そしてあとめんつゆと玉ねぎ、この4つだけを使って作りたいと思います。本当にとても簡単なので、ぜひ豆腐ハンバーグにちょっと難しそうなイメージを持つ方もぜひ作ってみてほしいです。この鶏ひき肉もお豆腐もとても脂肪分が少なくて低カロリーな食材なので、ダイエット中の方にもとてもおすすめな一品です。あとはまたこのお豆腐の原料の大豆も畑の肉と呼ばれるほどとても豊富な栄養を含んでいて、アミノ酸のバランスがお肉に近くて、タンパク質、良質なタンパク質を含んでいます。なのでもちろんダイエットにも、健康を気にする方にも、あとはトレーニングで体作りをしている方にもとてもおすすめな一品になります。というわけで早速作っていきましょう。はい、そしたらまず玉ねぎをみじん切りにしていきます。玉ねぎは4分の1個だけ使います。はい、みじん切りができました。そうしたらボウルに入れます。みじん切りにした玉ねぎをボウルに入れたら、続いて鶏ひき肉を 250g、 続いて木綿豆腐を 1/2丁入れます。木綿豆腐は手で軽く水気を絞っておきます。はい、軽くで大丈夫です。そしたらボウルに入れます。そしてめんつゆを大さじ2分の1杯加えます。から手で豆腐を崩すようにして全体をこねていきます。はい、そうしたらフライパンにサラダ油を薄く広げます。はい、こんな感じで。そしたら先ほどこねたこのハンバーグの種を丸めてここに並べていきます。
だ火はつけなくて大丈夫です。少しべちゃっとした種なんですけど、でも焼いてるうちに固まってきていい感じになります。はい、並べました。そしたら並べてから火をつけます。火加減は中火ぐらいで大丈夫です。そしたらひっくり返していきます。返しました。これであと中火で3分ほど焼いていきます。はい、それではいい感じに焼けたと思うのでお皿に移していきます。さらに盛り付けました。はい、それでは今日は豆腐ハンバーグを作りました。とっても簡単にできるのでぜひ皆さんも作ってみてください。バイバーイ。